はい、これはエルモですね。あのセサミストリートっていうのをね、あの昔 NHK でやってて、よく見てます。で、これはセサミストリートなんで出てるやつで、セサミストリートって世界もたくさんキャラクターがいるんだけども、これはエルモですね。エルモはいつも明るくポリシブルで、好奇心旺盛な3歳半のモンスター。まあ基本的にこの世界の人はほとんどモンスターが多いんですね。で、思わずみんながつぶられてしまうお茶目で可愛い笑い声が特徴です。楽しいことを知るのが好きなエルモは、絶えず新しい世界を発見します。自分ができないことを直面しても、楽観的に捉え、挑戦することを皆さん、素晴らしいですね。で、歌うことや踊ること、想像力を使ってお話をつけることが好きで、近所のドロシーを飼っています。近所のドロシーですね。を飼っています。で、口癖は、エルモ、君のことが大好きというね、ですね。で、本来エルモって赤いんですが、まあこれはあのバレンタインデー仕様、だから特別仕様なんでしょうね、これはね、この人ね。だからこうちょっと茶色になってます。ちょっと体がね、あれ普段のエルモって赤いんですけどね。あの、バレンタインデーの時になって色が変わるっていう。ある意味この人ちょっと人格が持ってるのかもしれませんね。ある意味この人多少な人格持ってる、こういうの多少の人格持ってる場合なんですよ。ですからこうやってあの特別のシートとかになると人格が変わってこうビューッとこう体が全体がこう色が変わるんですけどね。うん、なんですね。ただそんなエルモもですよ。一文字間違えたね。これ赤い姿だったらエルモですが、ちょっとやらかしがありましてですね。ね。ちょっとこれピンクになってしまうとね、エルモじゃなくて、あの、まあエルモをね、ちょっとやらかしてしまったんですよ。ね、エルモもね、ちょっとあるね、女の子が好きになっちゃう。惚れちゃったんですね。で、惚れちゃったら別にいいんですけどね。あまりもちょっと惚れちゃったもんですからね。したらもうね、それはちょっと後でね、これはまずいよって言われてしまったんですよ。で、そんで、その時はもう、エルモって言わなくてね、になりましたね。危ないところでした。で、体中が赤いんだけど、惚れてしまったばっかりに赤いところからピンクになるところでしたね。そしたらもう、エルモじゃなくて、それ以上は言いませんけどね。エルモだとやっぱりモンスターとやっぱりね、恋はするんですよ。ね。こうやってカートにチョコレートをぶっかけてますけど、エルモもやっぱり恋はするんです。ですからね、その女の子の中で特別に好きな女の子がいたんですよ。ね、この人多分彼女をたくさん持ってるんだろうな。たくさん持ってるんだろうな。裏に多分彼女が一人や二人たくさんいるやろうなと思うんだけど、まあその中で本命だなっていう子が何人かいるかなと思う。まあ一人だろうね、結局最終的にはね。まあいるんですよ。そういうことがありまして、まあエルモもね、あまりにもその恋愛というものをね、重視してしまった時にね、やっちまったなっていうことがあったんですよ。ね。で、それをテレビで大々的にやっちゃいましてね。もう私、その時、生で見ましたけどね。びっくりしましたね。エルモがみたいなね。感じだったんですよ。ね。で、まあ、それはびっくりすることで、まあ、アメリカとしては、日本とやっぱり違う感覚なので、アメリカとしては、まあ、それはもう大事な話だったんですよ。アメリカではね。アメリカでは、日本の子供たちに教えるのは、それは大事なことですよっていう話だったんですけど、まあ、日本の子供からしたら、これは教育上にっていうことで、やらかしてしまったことだったんですよ。でも、私はあえて、そういう、まあ、アメリカ式の考え方っていいんじゃないかなと。ただ時にアメリカの考え方っていうのはあまりにもちょっと日本人からしたら衝撃を受けるぐらいの、こともあったりするから、ちょっと日本ですとこらみたいな感じになるので、そこが大らかだからね、大らかすぎるから、ちょっと日本だとぬぬぬっていう風になってしまうからなんですね。だからあれですよ、こういうのがいいですよね。だこれは多分バレンタインデーの記念品のものだと思う。ほら、エルモでしょ。
セサミストリート300円で安く買い、こんな安く本来売っちゃいけないんですけどね、こういうふうな、もので、これ本来300円とかで買いませんよこれ、本来はまあもっと1000円でも買えないな、3000円くらいしますよ。こういうキャラクターって意外と買うと結構なお値段しますからね、うん、新品でこう買いますと結構値段しますから、まあそれがお手軽な価格になっちゃうっていうのは、まあ買う方にとってはラッキーな話かもしれませんが、なかなかないですよ。でぬいぐるみによっても、キャラぬいぐるみのキャラクターにもよっても、なかなか出会えないやつと出会える人がいるから、それがあるんです。だからエルモの場合もなかなか、基本的にセサミストリートのキャラクターってアメリカではすごい人気あるけど、日本だとね、あんまり見ないんですよ。例えばキティちゃんとか、他のやつだったらセサミストリート以外で言ったらキティちゃんとかピカチュウとかね、そういったものはよく見かけるんだけど、こういったキャラクターってあんまり出会う確率がないんですよね。うん。だからある意味ぬいぐるみを見つける人っていうのはね、ぬいぐるみ好きの人が動画で言ってましたけども、出会いだと。だからそのお迎えに行くんだっていうふうな、お迎えするんだっていうふうなことを言ってらっしゃる方がいて、まあ確かにその通りだなと思うんですよ。だからぬいぐるみっていうのはキャラクターによってはね、すごい貴重でな、なかなか出回ったりしない人もいるから。なかなか巡り合わせない、お店に売ってること自体がなかなか出会えないなっていうのもいるんですよ。だから例えば元はといえばこう新品で取り扱ってますけど、新品で売られてる時点でなかなかその仕入れてもらえないっていうか、うん、ところがあったりするところもあるのも事実なんです。まあこれはぬいぐるみだけじゃなくて他のものもそうなんですよ。やっぱりそれは需要と供給っていうのが常にこの世界にも地球にはあるからね、この地球にはどこの世界行ったってこの地球である限り需要と供給ってのがあるから、まあインテリキャラクターは真っ先に売れていくけどね、あまり聞いたことないなっていう人はあまりいないんですよ。でもそれがかえって後々になったらどういう風に変わってくるか分かんないからね。今ましたこんなインターネットが広がってる世界とか、どんな風になってどんなことが引っかかる、それがあんまり当時は知らないよってキャラクターが、あ、知ってるよってキャラクターになったりする場合があるからね。要するにそこで見直してみたら、結構いけるじゃないかこいつはっていうことでその人気になったりするっていう場合もあるから、まあ一概には言えないんだけど、まあキャラクターの中にもそういったもの、私はぬいぐるみだとどっちかというと人間というよりは大体動物というとか、動物系がほとんど多いから占めてるかなっていう感じなんですが、まあなかなかこのエルモもいいなという感じですね。どうもありがとうございます。